じゃあコーダです。ということでシュシュメキノピオ大長パート16やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、エピソード3の続きですけれども、はい、今回はこちら22ステージ目、もっと不思議なタッチストーンからやっていきましょう。さあ、このコース確か結構前に、あったコースの、まあ、リメイク版というか第2弾みたいな感じですよね。多分これ動かすと、はいはい、あ、結構動くんだね。こうやって動くのと、あとこれは縦に動くのと、なるほどなるほど。ひとまず行ってみましょう。まずここ上げて、いや、いけないな。これで、ああ、これでいけるね。こういって、ここでこう、ちょっと、これで、はい、一つ目の宝石ゲットできる。そして次、待って。どうすればいいんだ？ん？この裏は特にいけないよね。あれあれ？待って、早速行き止まりなんだけど、どうしようかな。あれ、迷いまいまいだぞ。どうしよう。一旦降りようか。一旦降りて、こっから出て、ここ入る？ここ入る？あ、入れた。なるほどね。動かしてる間に入れるんだ。オッケー。そして、ここコイン取って、待って。これで二つ目の宝石がゲットできるかな。はい、ゲットできた。よし。いいね。そして、次どうすればいいんだ？こっから、ここ行けます？あ、なんか入れた。これで入ってこっち側来れるんだ。なるほどね。はい。そして、おお、危な。そっかそっか、上下に上がるから、ここで、はい、オッケー。3つ目の宝石もゲット。あとはゴールするだけかな。んーで、ここ、ここ上げて、こうして、はい。待って、ここなんかさ、ないかな。なんかありそうな気がする。ここごめん、なんもなかったわ。こっから入って、こっから降りればいいわけだ。なるほど、これこういう動きだもんね、だからここから降りちゃって、で、ここで待って、あ、なるほど、こっちから、はいはい、回り込んで、また動かして、これでいけるわけだ。オッケー、ノーダメージでいけました。よかった、ありがとうございます。さあ、これ多分タッチの回数とかじゃない？あ、やっぱりそうだ。サブミッションタッチ6回でゴールしたですね。頑張っていきましょう。6回でいけるのかな、本当に。いつも疑っちゃうんだよな。では多分こっからまず、はい、1回んで、これ2、3、4、はい、これで4で登って、で、これ、5か。よし、これで5んーで、こっから、ノーダメージでいくのは無理じゃないだよね。多分ここで食らっちゃってさ、もう行くしかないみたいな。あー、危ない。そして、これで、一旦動かして、はい、6回でいけたんじゃない？オッケー。これノーダメージでいけるのかな、本当に。ちょっとそこはわかんないけど、ひとまずサブミッションはクリアしましたよと。はい、オッケー。それでは、ドットキノピオも探しに行きましょうの前に、待って、なんか反応した。待って、何が反応したの？コインパラダイスも届きましたけれども、それはまた後でやりましょうということで、先ドットキノピを探しに行きます。さあ、どこにいるかな、多分そんなに、大きなステージではないので、多分くるくる回せば見つかる気がするんだけどな。まあ、いました。オッケー、サクッと見っけた。オッケー。そんじゃあ、次のコース行く前にコインパラダイスやっていきましょう。はい、もっともっとコインパラダイス
ベストコイン378枚以上を目指していこうぜと。さあ前回は確か左行ったんだよね。うん、だ今回またチェリーの方行きましょう。合ってるよね、チェリー。はい、チェリーでレッツゴー。よいしょ、ゴーゴーゴー。まずチェリー拾って、はい、チェリー拾ってチェリー拾って、はい、もう4人体制で、4人体制で、どんどんコイン拾って、どんどんコイン拾って、どんどんコイン拾って、あ、待って待って待って、時間ない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 。うわー、354。あれ、なんか中途半端な記録だな。結構右のチェリーの方で378以上を目指すの結構大変なんじゃないかな。はい、ではでは、続きまして、はい、23コース目、回転カラーボックスいきましょう。さあこれは自動的に回転してる感じなのかな、どうなんだろう。ん、意外と狭いね。え、これどういう感じだ、ほんと。てかもうすぐ目の、わー、回った回った、は、はー、回った回った、ちょちょちょ、怖い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 、どうどう、え、今降りるんじゃない、あー落ちるー。そういうことね、了解です。まあ、とりあえず自動的に回ると、オッケーオッケー、そういうことそういうこと。んで次、待って待って、ここで降りればいいね。ここで降りて、はいはいはい、でここのコインをゲット。んーで、この後は、この後すぐここ降りればゴール行けるんだろうけど、そういうことじゃないんだよね多分ね。あー、危ない危ない、待って待って待って、よくわからんよくわからん、進み方がよくわからん、進み方がよくわからん。ひとまずここに出て、はい、よし、ここで待ってよう。そして赤で、あ、あ、ここ入れないんだ、あ、ここ隙間あるんだ、ははは、しくじったぜ。また一周してきちゃったな。こっからどうすんだ、待って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 、やばい、マジでわからん、危ない危ない。ここか、オッケーオッケーオッケー、これで黄色から降りるんだ、これで一つ目の宝石ゲットできる、よーし。そして裏にも回れるはず、はいはい、裏にも回れる。で今のうちに左降りて、左降りて、これで緑ゲット。ただこれ死ぬんじゃないか、これ死んじゃうんじゃないか、いやそんなことない、あー、そんなことなかった、すげえ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 。でここ入れるね、ここ中入って、でこれで宝石、はい、真ん中の宝石ゲットできた。ひとまず宝石はゲットできたけど、私はどうやって帰ればいいんでしょうか。いや、まだ帰れないか。一旦ここで、はい、降りて、で、お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 、いいのか、いいのか、いいのか、ちょっと待って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 、そこのゴールド、あー、落ちるー。ゴールドキノコはどうやって取るんだ。こっから降りる、そして回転と同時にこっち、あー、いけたいけた、こういうことか、なるほど、ほっ、オーケーオーケーオーケー、取れた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 、待って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 、そして私はどうやってゴール、待って、こっからこっからどうやって復帰すればいいんだ、こっからどうやって復帰すればいいんだ、危ない危ない、あー、なんか回ってる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 けど大丈夫、私このまま死なない、死なない、死なないでいけます、大丈夫ですか、ちょっと不安なんですけど、不安なんですけど、オッケー、大丈夫大丈夫ね。そしてここでもう一回降りて、んで今のうち黄色来ちゃって、よし、で緑降りて、いけたいけたー、よっしゃー、あー、めっちゃ頭使ったー、よーし、コースクリアー、はい、ということで、よし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 、サブミッションも無事クリアですね。はい、ゴールドキノコ手に入れたー、ナイスー。じゃあドットキノピオも探しに行きましょう。チャンネル登録よろしくま。いや、ステージ自体はめっちゃシンプルなんだけどな、ってか、もうすぐ目の前にいたわ。ここここここ。ゴールの下でぴょんぴょん。はい、ありがとうございます。さあ、それでは今日順調だね。どんどん行きましょう。はい、次、4コース目。からくり天井の上で。はい、ダイヤが140個以上必要なんだね。はい、では行きましょう。今回もガボンさんがいるみたい。なんか最近すごいガボンさんがね、大活躍なんだよね。おー、なんか和風な感じのステージ。これ ZR 押すと、あー、こういう動きね、こういう動きね。なるほど。で、とりあえずここは、はい、コイン、コイン、コインと。で、多分これさ、こうして、で、
はい、鉄球をダダダダッとここまで転がして、はい、壊してくれると。なるほどなるほどね。壊してくれたのはいいんですけど、この後私はどうする。あー、オッケー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 、こういうことね。これで降りていけばいいんだ。はい、オッケー。さあ、そしてここはコインコインコインと。んーで、ここもなんだ、あ、ここもこんな感じで動くのか。ひとまず、あ、こっちにも行けるね。あ、で、ここにパワースターがあるんだね。なるほど。で、ここはコインを取って、コイン取れるだけかな。うん。オッケー。では、では、こっち行きまして。待って。一旦。よし、待ってから行きましょう。危ない。おお、こっちもいる。こっちもいたんだ。危ない。びっくりした。じゃあ、待って。そこの宝石を取るために、これ投げんじゃない？よし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 。いけたいけた。でさ、ここ ZR 押すとどうなるの？あ、そこまで下がるのか。一旦下がってみる。あー、で、鍵があるんだ、どっかに。なるほどね。で、これ壊すんじゃないこれ。よいしょ。あ、違う。違うとこからここ入れるのかな。あー、てか鍵が必要なのか。鍵があったらそこに行けると。なるほどね。じゃあこれでまた登って。鍵は一体どこにあるんでしょうか。ここコインだもんね。こっち側これなんだ。あ、これ鍵っぽくない。あった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 。鍵、ナイスナイスナイス。じゃあこれで下がって、はい、ここ開けまして、2つ目の宝石かな。はい、ゲット。よしよしよし、いいね。んで、次ここはなんか開けた時になんかあるわけではないね。はい、よし。じゃあこっち行きまして、こっち行きまして、なんか迷路みたいになってるね。ややこしや、ややこしや。こっちかはいけない。ああ、そっかそっかそっか。またガボンさんでこうしてかな。これで壊してくれる。ん、ああ違う、これだけでいいのか。どう。あ、オッケーオッケー、壊してくれた、ありがとう。さあ、これで先進めるようになった。で、ここはよいしょ。危ない危ない、結構ギリギリ。そしてこれ上げて、で、ここ渡っていいよ。で、ここなんだ。よいしょ。OK、キノコゲッチュ。で、これで左行って、これこっち行って、で、これはこっちだよね。あれ？あ、そっか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 。OK、OK、わかりました。ここで、はい、一旦ちょっと待って、降ります。よしよしよし、降りれたよ。で、この裏どうなってる？おお、私はどこ？ここ行けないじゃん。ここどうすんの？ここどうすんの？と、またここ壊しても、あ、これで行けんじゃない？あ、で、これ下げる。そうすると下に、いや違うな、これもいらないんだ。これで、はいはい、壊してくれた。よし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 、いいね。あれ、ちょっと待って、もう一個宝石がどこだ。ちょっと待って、一旦こっから登ってみるか。ここ登ります。ここ登ると、え、私は、え、ちょ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 、今どこに、あ、なんか待って、これ、あー、ゴールドキノコゲット、やった。それは嬉しいんだけど、待って、もう一個の宝石どこだったんだろう。あー、ここか、ここにあったのか。待って、これを取るためにはどうすればよかったんだ。あー、ここで行かないとダメだったんだ。なるほど、理解理解、了解。そしたらもう一旦ゴールしてもう一回行くしかないね。はい、じゃあもう一回行きましょう。と同時にサブミッションも確認しちゃいましょう。サブミッションがこれ、ゴールドキノコ。あー、やっぱそうだ、隠れゴールドキノコを手に入れたら、からもう一個宝石を取りに行くだけでいいですね。はい、行きましょう行きましょう。おーおー、また行けるところが、ページが増えましたね。はい、じゃあもう一個宝石取りに行きます。よし、ここまで来ました。そしたらこれを移動させて、はい、これで3つ目の宝石ゲットと。いやー、さっき見つけたかったな、一発で。 OK、 無事クリアしました。それではドットキノピオを探しに行きましょう。さあ、まずはくるいた。今までで一番簡単じゃない？そんなことない？すぐ見つけられたんだけど。やったー、まさかここに来て超イージー。ありがとうございます。はい、それでは、本日ラストかな、25ステージ目、回るスペースフロア行きましょう。はい、ってことでエピソード3も
だいぶ終盤に来たんじゃないかな。お、次は、はい、キノピオ隊長、よろしくお願いします。回るってことは回るんだよね。そうだよね。あ、多分 P スイッチかなんか押したら回るんだろうな。一旦ここまで来て、はい、そしてもう一度行ってで、くるっと、ま、P スイッチを押すと回るかな。 OK、OK、OK、またまたまた。あー、危ない危ない、怖い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 。あ、出た出た、久々。なんだっけ、この鳥の名前。突っ込んどるだっけ。危ない危ない、怖いよ。これ何、これコインか。とりあえずコインゲットして、よいしょ、やめて、怖い怖い、今のうち。危ない、結構早く、早いんだよな動きが。この突っ込んどる、突っ込んどるだっけ名前。これ一旦さ、ちょっとこれ止めておいて、これでいった方がよくない。はい。よし、そしてコインもゲットして、はい、でこれ P スイッチ押しちゃっていいのかな。これなんかある、なんもないか。とりあえずじゃあ P スイッチ押しちゃうか。わー、危ない危ない危ない。おー、これが一つ目の宝石かな、だといいんだけど。だから多分この P スイッチはすぐに押さずに一旦回り込んでから、はい、 OK、 一つ目の宝石ゲット。でこのこうなってから行った方がいいですね。はい、コインもゲットして、よーし。そして次は、おーっと、どっちの P スイッチを押せばいいんだ。あ、多分ここの P スイッチを押したらすぐゴールだ。でも宝石まだまだ取りたいしな。そして、あ、ここに宝石があるんだね。多分投げる感じだ。多分これかな、これ。株、あ、違う、ってことはこれ急いでこれ押して、これ、あー、これ壊さないといけないんだったんじゃない。そうだよね、多分そういうことだ。あー、あ、違う、こっちから回り込んでこういけばよかったんだ。なるほどね。ちょっとショートカットというか宝石取れなかったですけど、一応ゴールしちゃいましょう。はい、いや悔しいな、一発で行きたかったな。はい、お、ということでダメージは受けてないよね。 OK、 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 よしよしよし。ということでサブミッションはクリア。あとは宝石2つ取りに行きましょう。チャンネル登録よろしくま。はい、そしたらまずは株をゲットして、でこの状態で、よし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 、こっから投げると、よーし、これで2つ目の宝石ゲット。さあもう1個だね。まずここでいくぜ。あ、あぶ、あ、よよよよよよよ、ギリギリ危ねえ。さあここでまず壊しちゃって、ここも壊して、ここも壊して、間に合った、よーし、いいね。これで3つ宝石ゲットした後にこのままゴールもできますよと。よっしゃー、ナイス、オッケー。はい、コースクリア、ありがとうございます。さあ、あとは、本日はドットキノピオですかね。はい、探しに行っちゃいましょう。さあ、ドットキノピオどこかな。まずはくるくる回して、くるくる回して、意外とすぐなんか分かりそうな気がする、今回も。あ、あー、いた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 、突っ込んどるの足元。はい、これだ、よし。で、あなたをしびれ、つやって、これ倒さないといけないのか、もしかして。え、でもどうやって倒すんだ。まずはこの株をゲットして、で、あ、危ない危ない危ない、で、こっち側から P スイッチ踏んで、はい、で、一周しまして、一周とは言わないか、うん、で、またこっち側の P スイッチを踏んで、これで株は持っていけると。よし、あとは倒すだけなんだけれど、もう倒せんのかな。ひとまず、ちょっと待って、しびれさせれない。ほ、待て、ちょっと、あなた怖いんです、あなた怖いんです。よしよしよし、で、この状態で倒す、よし、倒せた。これでドットキノピオを捕まえた。はあ、なかなか一苦労。見つけるのは早かったんだけどな、捕まえるのがなかなか大変でした。はい、ということで、本日も、22、23、24、25とやってまいりました。次は26、27っていうか、もしかしたらエピソード
3ラストかもしれませんね。はい、最後まで楽しんでいきましょう。ということで、少しも楽しいと思っていただけた方はチャンネル登録ボタンポチッとよろしくお願いいたします。また高評価ボタンもぜひぜひ押してくれたら嬉しいです。はい、コウタでした。次回の動画でお会いしましょう。またね、グッバイちゃん。